ちゃん。こんにちは、ゆだかさん。ちょっと待ってくれ、はい、俺順位予想もさ、ある程度、はい、何箇所かで、ね、してるんだけど、うん、はい、これ変えるわ、多分。どこを変えるんですか？ DNA。 やっぱりなんだよ。そうなんです。なんかこれまだドッキリじゃないかと思うぐらいのビッグニュースが入ってきました。なんとメジャーリーガーの、まあ、サイヤング賞も獲得したりしました、トレバー・バウアー選手が、うん、なんと DeNA と契約をしたと、今シーズン来ます。いや、まあ、そういう記事が出てたんだけど、はい、最初ね、また本当は来るわけないじゃんとか思ってたんだけど、はい、契約したね。契約しました。なんと、まあ、単年で4億。安いんですよ。でもですよ、うん、まあ、2020年に今サイ・ヤング賞も取ってますし、うん、さらに最優秀防御率も取ってます。でピッチャー・オブ・ザ・マンス、うん、プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク、オール・ MLB チームで、MLB のオールスターゲームにも2018年選出ということで、うん、いやすごいピッチャーなんです、現役で。いやすごいよ。はい、フォーシームやっぱ高め投げるんだよね。あ、この幅を持たせて高めか低めかに投げるんだよ。球も速いしね、まあ、160キロまでは出ないかも分かんないけど、157とか、はい、そのぐらいはこうね、はい、投げる。で、ナックルカーブ、はい、これもいいな。あ、映像見てていいですか？あのね、やっぱ勝てる人って誘うんだよね、そういうボールで、うん、バッターを誘わなかったら高めにビョンと投げるしさ、はい、まあ、ここら辺の投球術っていうのもあるし、はい、スライダー曲がるなぁ曲がります、スライダー曲がる、えぐいよこれ。曲がり方えぐいですか？だってダルビッシュの方が上だと思うけどね、俺は、はい、うん、だけど曲がる、曲がる。それとやっぱスライダーの投げ分けができてるよ。あー、右内外って、はい、これもやっぱこう頭いいんだろうなと思うよね、うん、で、脱三振もすごくいいんですよね、やっぱり三振率がいい、うん、で、防御率も 1.73、 それはあのサイ・ヤング賞取った時。いや、 やっぱね、組み立てがしっかりしてるわ。まあ、キャッチャーと共同作業で、はい、まあ、やってるのか自分で考えてやってるのか、うん、自分で考えてあの投球ができてるんだったら、うん、やっぱ頭のいい人だよね。そうですよね。で、カッターがあるんだよ、はい、うん、まあ、ちょっと曲がる、うん、でもこれはね、うん、さほどいいカッターでは俺はないと思う。おー、偉そうに言うけど偉そうに言うけどこのカッターは、まあ、日本でもたくさん見てるよみたいな、うん、まあ、そんなカッターなんだよね。カッターというかちょっとね、危ない球種の一つだと思う。その危ないっていうのはやっぱり、ね、球速が落ちてちょっとしか曲がらないってなると、うん、やっぱり日本のバッターと対応していくと思うんだよ、はい、ね、しかし、うん、チェンジアップがいいあのね、速いチェンジアップと沈むようなチェンジアップがあるんだよね。へえ、そこ、まあ、速いっていうよりはまっすぐを基準にしたら遅いよ、はい、じゃあもちろん、うん、だけどなんかスーッとなんかまっすぐの軌道で来るのと、はい、ちょっとスッと沈むようなチェンジアップを投げ分けてるような感じがあるんだよね、うん、それって日本人バッターにしたらちょっとタイミングが取りづらくなったりとかするんだ。いやー、もうコントロールもいいもんやめてよやめてまあ俺が対戦するわけじゃないけどね、はい、これはね、真面目にやってくれたら相当勝つよ。まあ、そこなんですよね。まあ、そこ、いや、それともう一球あるんだよ、うん、進化があるんだよ。はい、どうでした？このね、左バッターがあるでしょ、はい、こっから進化を投げる、うんうんうん、だから一瞬ボールに見えるんだよ。ああ、ここ、はい、あっと思ってボールって言ったらもう手が出ないからね、はい、そこから曲がるんだよ、うん、もちろんこっちにも投げるけど、はい、このボールがいいんだよ。これやばい。DeNA やばいと。DeNA 万歳。もういや本当に。いや、これだけいいピッチャー、普通だったらメジャーは話しませんよ。そもそもドジャースが3年契約で137億円出してるんですよ。すごいな。はい、本来だったら来ません。ただちょっと問題があったのが、その2021年に、まあ、DV で問題を起こして、去年ほぼ出場停止でシーズン出てないんですよね。まあ、そうだな。だからこういうパフォーマンスが出せるかどうかっていうのはね、はい、ちょっと心配だけども、はい、それなりのトレーニングは積んできてるだろうし、うんうん、多分でね、バリッバリのメジャーリーガーでしょ、はい、でバリッバリのメジャーリーガーが来たっていうのはボブ・ホーナーっていう、うん、まあ、昔ねヤクルトに来た、はい、もうあっという間にポン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 ホームランを打って、うん、ピンポン玉のように打って、はい、で帰っていったという、うんうん、
でそのボブ・ホーナーも契約するとこはなくて、はい、日本に来てやって、うん、で契約しますって言って帰ったんだけどさ、あまたメジャーと、だからまあそうなってもいいけどね、まあ、そうですね、単年なのでその可能性はまあ、まあ、なくにしもあらずだよね、うん、ただ前のパフォーマンスが出せれば本当相当な力になるよね、はい、まあ、だけど1年間のブランクがどう響くかどうかっていうのがちょっと心配だけども、うん、はい、まあ投げてるボールはえぐいし、はい、顔はめちゃくちゃ厳しいよ厳しい、怖い怖い顔つけ投げてますか、もうエラーでもしたら殴られるんじゃないかなと思うぐらいの表情で投げてるから、はい、同僚となる今永投手がコメント出してるんですけども、はい、普段寝起きが悪い僕でももうびっくりして起きたと、ま、いやそりゃそうでしょう、で今でも信じられなくてドッキリかもしれないと、本当に彼が球場に来て実際にあの横浜のスタジアムで会うまでは信じられないとまだって言ってるんですよね、いやそりゃそうだよ、そのぐらいのピッチャーだと思うよ、あやっぱね投げてるボールやっぱコントロールがいいな、うん、うん、コントロールがいいし、そこからこう出したり入れたりっていう、まあ、出すっていうのはストライクからボール入れたり出したり入れたり出したりできるピッチャーだよ、はい、だから本当にあの勝てるピッチャーだよ、だから順位が変わっちゃうよ、まあ、こんなところでやられたらこれ優勝になっちゃいますかね、もしかするとまあ可能性出てくるよないやそうですよね、うん、まあ、まともに投げたらそんなに負けるピッチャーじゃないよ、勝てるピッチャーだよ、日本人バッターは彼の投球に対してどういうところを不安視しそうですか、打てないなとか翻弄されるとすると、ダルビッシュの対談の時にさ、はい、ダルビッシュがまっすぐの空振り率っていう話をしてて、はい、こう下から上に投げるような感じで方針も投げると、はい、そしたら空振りが取りやすいと、うん、そういうボールを持ってるんだよね、だから投げ方もものすごくいいし、はい、そういうダルビッシュが描いてるそのまっすぐを、うん、彼も同じような考えで多分投げてるはずなんだよ、ということは相当勝てるというふうに思ってるんだよ俺は、だからまあ例えば、まあ、シーズン途中から来るみたいなんだけども、はい、そうやな、まあでも10勝は軽くするだろうね、あ2桁はもう普通に投げれば、はい、まあんま負けないと思うよ、あそうですか、本人沢村賞取りたいって言ってるんですよ本気じゃないのそりゃそうだよ ね、 いやでもメジャーリーガーってやっぱプライドを持ってくるだろうしさ、はい、そんな恥ずかしいことできないって、うん、やっぱそこら辺の尊厳というかさ、はい、そういうものはちゃんとしっかり守るというかさ、うん、だから今も本当にガンガントレーニングしてると思うし、はい、誰かに受けてもらったりだとかいろいろしてると思うけどね、うん、そうですよね、本気で来られたら相当な力になるし、はい、DeNA の本当に順位を変えてしまうぐらいの活躍はできるよ、間違いなく、うん、じゃあ日本人打者がこのバウアー投手を攻略するとすればどういうところに兆しありそうですか、まず相手は点をやらないということだよね、相手のピッチャーは、はい、でやっぱり彼が投げると 2,3 点勝負になると思う、うん、そこだと思う、あだ彼を打つとか打たないとかいうよりも、はい、まだ実際日本のマウンドに立ってないし、うん、日本のボールを投げてる姿を見てないから、はい、まあ、どういうものなのか、それと1年間のブランクがどう響いてるのか、うん、ただその前、はい、謹慎を食らう前の投球だと、はい、それはなかなか打てないよ、そうですね、そうですねじゃないんだよ、そうですよ、そんなの簡単にお前そうですねって言うけど、そうですよ、いやそんなね打てない、なかなか打てない、そうなんですよね、だから山本由伸級が来るっていうことを考えておけばいい、ああ打てないですね、いや打てないよ、球種あるし、それはヒットはね、はい、誰かを打つかもわからないけど、うん、それを点にしていけるかどうかっていうのは、うん、これはやっぱ至難の技だと思う、これ豊さんだったらもしじゃあバウアーとして対戦になりますと現役言われたら、うん、最初の1打席目ってやっぱり球種どういうのが来るのかって見るんですか、いやもうしっかり見たいよね、うんうん、だからもう初球から打つなんて、まあ、この打席は三振してもいいから、うん、こう数多く見たいと思うんだよ多分、で2巡目あたりからはどうするの、どの球を狙っていくかっていうのを決めるよね、セーフティーバントしてたりしたでもありですよ、まあ、ありなんだけど、うん、いやだけどやっぱ勝
勝てるなこのピッチャーは。でもこういうピッチャーが来ることで日本のバッターもさらに技術って上がっていく、レベルアップするよね、やっぱりいいピッチャーがやっぱバッターたちをレベルアップさせてくれてるんだよね、はい、でパ・リーグの方がなんか力強かったりどうのこうのするっていうのはさ、パワーがあるとか、はい、やっぱパワー系のピッチャーに負けまいとして、さらにパワーをつけたりだとかこう体のキレを作ったりとかする傾向があったよね、はい、前はね、まあ、今はもうセ・リーグもパワーピッチャーだとか、まあ、そういうピッチャーも増えてきたけども、やっぱまだまだパ・リーグの方がねパワーピッチャー多いし、それはリリーフ陣なんか半端ないからパ・リーグまあ現場に降りれるようになったから、昨日おかわり君と話をしたら、まあ彼は長くやってるから、じゃあルーキーの頃とかちょっとある程度レギュラーを取った時ぐらいから比べると球速ってどうだって聞いたらね、いやあれはスピード感が変わったからってちょっと前のピッチャーは言うわけよ、自分も速かったんだみたいなそうですね、もうカーリングに聞いたら半端なく速いって、速いって、それと昔のパワー系のピッチャーってもうとにかく真ん中めがけて投げてたんだけど、今コースめがけてくるからもう厄介だっつってた。確かにそうですよね。だからこれ何の話からこっちにそっちにそれたんだ。バッターも育ちますよね。そう、うん、バッターも育つし、だからねもう半端なくやっぱもう理論っていうのを考えてるよ、だからバウアーが来ることによって、まあ、セ・リーグの DeNA は置いといて対戦ないからね、だから他のバッターたちがどう感じるかだよね。でもそういうのをこうなんていうの体験するっていうのは大きな財産になるからね。そうですよね。でバウアー投手がこの1年でものすごい活躍をしたら、もしかすると来シーズンメジャーにもちろん帰ってしまうかも。謹慎が解けるの？もう謹慎は解けてるんですよ。解けてるんですけど、やっぱりそのウェバー期間でも他球団も取りに行かなかったっていうことがあるので、やっぱそのブランクだったりとか、まあそうだな、日本での活躍も多分、あと投げてる顔が険しいからさそれはなんか怖かったじゃん、鬼瓦みたいな、もうこんなやつ投げるからね、いやいやって、でもボールもそのぐらい行くからね。そうですよね、いやだからもしかすると本当に見られるのが今年1年になる可能性も、まあ、あるかもわからないけど、ね、でも今年来るだけでも大きいよ。ありますね。いやびっくりした、本当に早く見たい。そうですね、ちょっとシーズンの途中ぐらい、まあ開幕には間に合わないけれども、勝つよ。勝ちますか？これ順位予想変えなきゃもう、いや変える可能性があるな本当に。多分各解説者そうなってくるかもしれないですよ ね、 だからもうオースティンとか、もういらないよ、もう関係ない、いやもう眼中にない、バウアー来たら、オースティンが打とうが打たないか関係ない、勝つよ。勝ちますか、早くその姿がまず見たいですね。そうだね、はい、はい